三重県の熊野沖のフェリー事故で、今朝からら船内に残った油ののの抜き取り作業の準備が進められています。熊野沖の事故現場では船内の燃料タンクに残った油を抜き取る準備のため横転した船に作業船が固定されました燃料タンクにはおよそ400キロリットルの重油が今も残っているとみられ作業員らがタンク付近の安全性などを確認しています 一方、現場近くの海岸では、船から流れ出した備品などが、大量に見つかりました。有明から数キロ離れたこちらの海岸線には、油で汚れた救命胴衣や、あちら、救命ボートも流れいいています。漂着物の中には、レジンペレットと呼ばれるプラスチックの材料も見つかっています。 炭荷の一部と見られていますが夏場にこの辺りで産卵するウミガメなどが誤って食べる恐れがあり業者が回収を急いでいます。